長崎美優は日本の女子卓球選手。T リーグは日本生命レッドエルフ所属。ダブルスのペアを組む木原美優とは W 美優の愛称で知られ国内外の大会で結果を残している。神奈川県海老名市出身。海老名市立大屋小学校、北区立東付中学校を経て大原学園高等学校卒業。祖父が 神奈川大学卓球部監督だったことで、ビリューズは5歳の時に、神奈川県藤沢市の卓球クラブ、岸田クラブに入会する。当初は、母がやっていたバレーボールをやりたかったが、サーブでお菓子などを当てるゲームをやるうちに卓球に、のめり込むようになる。2010年、全日本卓球選手権大会ホープスカブ、バンビ大会の女子、バンビの部で優勝を果たすと、2012年には、 女子株の部、2014年には女子ホープスの部も制覇。この女子ホープス株、バンビの三冠を制覇したのは、福原愛に次いで二人目でもある。また2014年には、第24回東アジアホープス卓球選手権、日本代表にも選出され、大阪府で開催された本大会の女子シングルスでは、決勝戦に進出し、暗証権を三から一で下して、 大会制覇を果たしている。また、小学校6年時の最後の時に ITTF、ジュニアサーキット、イタリアジュニアカデットオープンに出場し、女子シングルスで木原美衣を下して優勝し、女子ダブルスでは木原とのコンビで準優勝という結果を残している。2015年4月に、さらなるレベルアップを図るべく JOC、エリートアカデミーに入所し、 北区立東付中学校に入学した。2016年、中学校2年次で出場した全国中学校卓球大会では女子シングルスで優勝を果たす。2017年、中学校3年次でリーバ・デルガルダで開催された2017年、世界ジュニア卓球選手権大会では加藤美優と組んだ女子ダブルスで3位を獲得し、加藤美優、木原美優とチームを組んだ。 団体戦では、決勝進出を果たし、中華人民共和国との決戦では、ビューズ外し、木と仕様を下すなどして、大健闘したが、加藤と木原が敗れたために準優勝に終わった。2018年1月の、全日本卓球選手権大会では、ジュニア女子シングルスで優勝を果たす。これにより、全日本選手権の女子ホープスカブバンビジュニアの4種目を、制覇。 2018年、日本卓球協会により、ビューズの世界ジュニア選手権の活躍や、中学校時代の実績などが、国際試合への高い潜在性がある選手との評価を受け、第54回世界卓球選手権団体戦に出場する日本代表に、世界ランキング130位ながら選出される、大抜擢を受けた。 その世界選手権では試合こそ出番はなかったがベンチで積極的に声援を送るなど準優勝に貢献した。2019年モンゴル・ウランバートルで開催されたアジアジュニア卓球選手権ではシングルスとダブルスで2巻を達成、シングルスではデサは強化との日本人対決をゲームカウント4-1で制して大会史上初の日本選手の優勝を飾り、 中国の21連覇を止める快挙であった。さらにタイコラートでの2019年世界ジュニア、卓球選手権大会、女子シングルスでは、中国勢を下して決勝へ進出し、JOC エリートアカデミーの後輩である、コシオ・ハルナとの日本人対決を、ゲームカウント4-2で制して、日本人選手として、初となる、ジュニア世界一に体感した、また中国、 定州で開催された ITTF ワールドツアーグランドファイナルでは第55回世界卓球選手権個人戦のダブルスの優勝ペアの孫さん、オーマン・アキラペアを準決勝で下す金星上げ、決勝でも韓国ペアに勝利し優勝を果たした。2021年3月 JOC エリートアカデミーを終了。4月からは日本生命所属となる。 身長1 6 0トルを超える恵まれた体格と長いリーチを生かした両ハンド攻撃。また宮崎義人教化本部長は2018年3月の世界選手権の代表発表会見で、現時点で日本選手では間違いなく一番ボールの威力がある。チキータも一番上手くて威力もあり、最新技術を身につけている。フィジカルも強い。 日本人離れした選手と評した、ありがとうございます。